台はピアラブです。安倍総理の SP と犯人側の組織はグルであった可能性が高いと思います。えー、昨日ですね、その安倍総理の SP の動きが、えー、どうもおかしいのではないか、えー 安倍総理をね、守れたんじゃないか、ということをね、えー、お伝えしました。えー、そのことはね、えーまあ、ネットの意見であったりとか、えー、まあ、フライデーとかね、えー、現代とか、えー、フラッシュとか、そういったマスメディアも記事に書いておりました。えー このことなんですが、えー、安倍総理のね、SP と犯人側の組織は、グルだった可能性が高いと思います。そう考えれば、SP の動きにも、納得がいくと思います。えー、安倍総理をね、その、警護していた SP の方というのは、 警視庁と奈良県警の方だったそうなんですね。うん。そしてこの犯人側の組織と見られているのがアメリカ CIA とイルミナティになります。えー、このね、この警視庁と奈良県警というのはですね、アメリカ CIA と イルミナティの下部組織であるということがこれ CIA の機密文書にも書かれてますし、あの CIA のね、もうトップが言ってるんですよ、これを、うんえー。日本の警察っていうのはね、CIA の言う通り動くんだっていうことを言ってますから。うん、なのでね、おそらくこれ SP も犯人側とグルだったということだと思います。 えー、こういうね、シナリオで動くっていうことがあったんだと思いますね。うん。えー、あとね、このやっぱ安倍総理が、えー、立っていた場所っていうのが、えー、そのガードレールに挟まれたような場所で、もうこの四方八方からね、なんかこう、えー、見渡し放題になってるようなね、うん、すごい危険な場所だったんですよ。うん。 こういうことも多分ね、全部、計算づくで、えー、配置されていた、ということだと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。